本当だ、開けてるわ。へえ、あ、なんか慰霊碑が立ってる。新旧街供養碑。ああ。ね、真珠ね、たくさん取れてね、たくさん真珠がね、できるわけですけど、当然ね、貝の身から取るわけでございますからね、その真珠貝を供養する、ね、塔が、こんなところにあったんですね、知らなかった。なるほど。ね、たくさんね、素敵な真珠ありがとうございますということでですね、ちゃんとワンカップ大関まで置いてありますよ。もう果たして貝の酒蒸しになっちゃいそうで怖いですけどね。感謝の心の数ですね。でもこれだいぶ前でしょうね。真珠の字が。昔の貝、真珠の字ですもんね。で、登ったけど、さして見晴らしがいいわけではないんですね。まあ確かに展望台があったようなイメージなかったもんな。こっちは、これは多分真珠をイメージして作ったのかな。これは何ですか。新園真珠発明者、建徳碑。新園真珠ですから、この丸い真珠ですねを、発明した、方の記念碑ということで、これですね、西川藤吉先生と、三木本幸吉王ですね、沖縄と、密政新平先生とですね、三木本さんはあれですね、真珠の三木本ね、有名な高級真珠で有名な三木本さんの、三木本さんでございますね。だいぶ前でしょうね、これも。オンザ、あ、こっちの方に細かく、英語で書いてあるな。オンジョケーションオブザパール、フェスティバル、ヘルイン、オクトーバー、1957。1957年の、真珠祭り、なんかそういうフェス、まあ、記念祭みたいなのが行われましたよと。セレブレーティングズ 50th anniversary of the、やめてね、スコー、あ、サクセスか。サクセスフル、プロダクションオブ、ランド、カルチャードパール。ですから、丸い、真珠ですね。丸い真珠が、開発されたのところから50年を記念して、ですから50年前、1907年に、その真珠、この、今、私たちが知っている真珠ですね。本来、その真珠貝っていうのは、その貝の中にできるやつなんで、こんな丸く ならなくて、なんか平べったい形になったりとか、確かそういうようなやつだったんだと思うんですよ。で、それをこう丸くできるような技術をいろいろと開発して、どうやってね、やったら、養殖したら、丸い真珠が取れますよっていうのが、作れたということですね。で、サクセスしたのが、50年前で、その50周年を祝ったのが1957年になったらしいですね。で、知らんかった、こんなん、モニュメント was、this monument was、erected by the Japan Pearl Cultivators 文化会みたいな、文化人会みたいな、日本真珠学会みたいな感じでいいのかな、コーペレートアソシエーション、ハナウディング、日本真珠文化、企業連盟みたいな感じですね。後で日本語版調べて出してみます。正解合わせはこんな感じね。で、今から読んだんですね。西川、藤吉さんと、三木本、幸吉さんですね。で、達平さんって呼ぶんですね。私、新平さんって呼んじゃいましたね。申し訳ございません。アンド、コメモレーティングゼアライフタイムオブサービスインプロデューシング
ザ・ランド・カルチャード・パーズですから、その真珠のその養殖島に刺された、皆様を慰霊してということで、こっちの方がこの3人の名前しか書いてませんけど、真珠業の皆様ありがとうございますということですね、書いてありますよということですね。日本語ではなぜ書いてなかったのか、反対側にあるのかなというわけでもない、昭和32年10月伊勢市が作ったんだ。伊勢市なんだ。こっちだとちょっと見晴らしいな。アコワンですからね、本当に組んでますからね、こんな感じで。教科書に使われるリアス式海岸、まさにリアス式の典型例ですからね。で、あの前で多分チャプチャプしてるのが、これは真珠のやつだと思います。案外ね、真珠のやつと糊のやつがね、見分けが難しいんですけどね。大丈夫かな、これ年末特番これで終わりかな。まああれですよね、一応あれですよね、年明けに伊勢神宮に初詣に来る人が見るかもしれないって思って、こっちの方のねやつをぐるぐる回ってね、そうしとけばね、伊勢関連でのね、きっと再生が上がるんじゃないかっていう予想だったわけですけど、大丈夫かなこれ、まあでも今見どころは作れた、下手すれば今回の一連の動画一番の目玉はそこだぞ。大丈夫かこれ。よし、とりあえずチケットレスで、予定では宇治山田までかな、伊勢市か宇治山田まで買っていこうかなって感じですけどね。あ、そっか、どうせ買うところの画面見せれないからあれなんですけど、なんでこんな500円の区間にこだわっとるかというと、実は私チケットレスサービスね、近鉄のチケットレスサービスで、いつも、特急券買ってるんですけどね、ちょうどね、今日の朝の時点でね470ポイントぐらいだったんですよね。ところがこの470ポイントがコロナの影響で、いつもはねこんなこと起こらないんですけど、コロナの影響で全然遠出ができてなかった兼ね合いで、遠出ができてなかったもんで、ずっとねポイントが使えんまんまいたわけですよね。そしたら有効期限が迫ってきてまして、今月末で、有効期限が切れちゃいますよというね、ことになってまして、あ、これはまずいぞと、いうことで、でも470ポイントだとこれね、その利用分が全額分ポイント、いや一部ポイント支払いというのはできないんですよね、っていうのがあるんで、ってことは全額分出そうと思ったら、ちょっと一回特急列車に乗ってポイントをちょっと貯めて500ポイント以上にして使っとかないと、そのポイントをねポイすることになったんで、これはもったいないだろうということで、今とりあえず、900円区間ね1個乗って、これでポイントが貯まったんで、これでね乗れるぞと、タラ乗りができるはずなんで、1区間ですけどね、それで乗っていこうかなっていう算段でございます。いやー、しかし本当なのでね、観光船とかも乗ってあれですけど、ちょっとまだねどうしようかな、こっからなんですよね。で、使うならここの区間なんです。さっきも言いましたけど、ここの区間って、普通列車が今も出てっちゃったんで、もう1時間来ないと、なりますから、特急列車の方が本数が多いんですよね。そうなるとね、特急使った方が断然遅くなわけでございます。で、この区間で、ただ乗りのねやつを使っちゃって、でないと伊勢から四日市だと1メーターではいけないはずなんですよ、でこっからだと1メーターがどこまでだ、多分尾形と一緒のはずだから、伊勢市まで行けるな、伊勢市までが520円で行けるから、そう、これが島風だとね、
プラス料金が発生しちゃうんで、そうするとそのポイントが使えないっていうね、あれが、それちょっと今回は、島風が使えないんだよな。で、40分発の名古屋行き、これもうすぐ出る、あと10分で出るな、一緒に島台には行けるな。で、今回は糸田兼ね合いで、レギュラーしか使えないはず、してしないよと。あ、もうまだまだあるんですよ、こいつを。ちょっと時間が迫ってるから、これで取っちゃおう。520円やろ。伊勢島地形で決まる、こんなのあるの。320円で切るんだ、安いじゃん。お、これだった。あ、そうだ、まだポイントの負荷ができてないから、いや、これで320円で、あ、ちょうどよかった、これで使えるわ。よし、お、ちょうどよかった。危ねえ危ねえ危ねえ、そっか、後日不良だから今つけてもダメだったんだ。よしよしよし、あ、よかったよかった、間に合った間に合った。よし、じゃあ、よし、これで乗れるな。危ねえ危ねえ、おお、おお、ほんと知らんかった、こんな裏技でいけたんや。地形座り320円で、5号車ね、5号車、そこだ。よし、で、宇治山まで行きましょう。あ、そんな割引制度あったんだ、知らんかった。そしたら、いいね、貸し切りかな。ヤギ貸し切りや。へえ、こんな上来ちゃって、で、300円。で、少しポイントで、お、で、少しポイントで買うんじゃねえ。危なかった。そうだ、ここはリアルタイムでそのポイントがつくわけじゃないから。ありがとうございます。危ない危ない。この電車は。これで、まあ、一番使い切れたんじゃないかなと思います。いやー、朝霞さんと今詰まりかけましたからね。私、あの、朝霞なんでね、あの、胸ポケットにいると汗でべちゃべちゃになっちゃう。